ナンバーダブル5の炎天下を初めて使う際はシーズニングといって鉄鍋や鉄板を錆びにくくする作業をします。まず最初に食器用洗剤などで汚れを落とし、きれいに水で洗い流してください。その後火にかけ水分を飛ばします。その後オリーブオイルなどの油を鉄板に引き、キッチンペーパーなどで薄く伸ばした後火にかけます。煙が出てきますが、加熱を続けると煙が収まり、熱によって色の変わった鉄板が元の色に戻ってきますので、そうなったら火を止め鉄板を冷まします。冷ます、油を引く、加熱するという作業を 3,4 回繰り返した後、くず野菜などを炒めて鉄の匂いを取ったらシーズニングの完成です。鉄鍋も同様の作業でシーズニングをすることができます。ナンバーダブル5の炎天下、応援よろしくお願いします。